どうもこんにちは。ジンズのカラーレンズをこよなく愛する男、波風です。本日も動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。私、中目黒でカシという美容室をやっております。メガネに似合うヘアスタイルを提案させていただきますので、そちらもぜひお待ちしております。今回はジンズのカラーレンズ企画でございます。今回はこちらジンズさんの案件動画ではございません。以前公開したジンズの究極のカラーレンズという動画でミディアムカーキという色のカラーレンズを紹介したんですけれども、その後他の色もいろいろとカラーレンズで土入りのメガネを作りましたので、そんなジンズのカラーレンズを愛用している私のおすすめのカラーレンズとメガネの組み合わせを今回全部紹介していきたいと思います。ジンズさんのカラーレンズ種類かなりたくさんあるんですけども、私が愛用しているカラーレンズの色味がね、5種類になりまして、5種類とあと1色調光レンズがございますので、今回そちらを全部紹介していきたいと思います。これから春夏、夏に向けてね、カラーレンズ入れたいという人、ぜひ参考にしてもらえれば幸いです。それでは早速やってまいりましょう。それでは早速、私が今愛用しているメガネとあとジンズのカラーレンズ、こちらを紹介していきたいと思います。以前挙げた究極のカラーレンズっていう動画の方で、ジンズさんで他社のメガネを入れる際のメリットデメリットであったりとか、詳しいことはそちらの動画でご紹介しているので、そちらをご覧くださいませ。今回はこちらの7種類のメガネで、それぞれ全部こちらジンズのカラーレンズが入っているので、そちらを一つずつご紹介していきたいと思います。以前挙げたミディアムカーキとミディアムグリーンっていう結構近い色でも違いが結構ありますので、そちらの違いなんかもちょっと詳しく見ていただけたらなと思います。では早速こちらね、全体像からで、こちらまず1つ目、こちらはですね、アイバンのサドラーというメガネにミディアムカーキという以前の動画で公開した土入りのレンズですね。で、全部一応これ土入りで作っております。レンズの薄さは 1.74 というプラス料金がかからない一番薄型の非球面レンズにしております。 1.76 っていうさらに薄いレンズは少しプラス料金がさらにかかるので、今回全部 1.74 のレンズになっております。で、度はですね、私コンタクトが右目がマイナス 5.5、 左はマイナス 4.5 と、なんか強度近視っていうのはね、マイナス 6.0 から言うみたいで、以前ちょっと強度近視とお伝えしてしまっていたんですが、誤ったことを伝えてしまっていたので申し訳ございません。ただまあ結構視力は弱い方ですので、目がね結構小さくなってしまうのを、こちらカラーレンズを使うことで少し目が小さく見えづらいかなというので私愛用しております。で、こちらはかなり古いモデルのジンズのメガネなんですが、そちらにミディアムカーキですね。こちらは雄一富山というブランドのメガネにミディアムグリーンを入れております。結構ね、グリーンとカーキでも色の感じ結構違いますよね。わかりやすくね、ちょっと下が薄い色にしてるので、ミディアムカーキ、ミディアムグリーン、ややミディアムグリーンの方がちょっと青みがかった明るいグリーンといった感じですね。はい。で、こちらはバディオプティカルというメガネにミディアムココア入れてます。で、こちらはジンズとビームスさんのコラボのメガネにベージュのカラーレンズを入れております。で、こちらは雄一富山さんというブランドのメガネにアッシュというちょっと青みがかったグレッシュなカラーレンズを入れております。で、こちらは雄一富山さんの雄一富山 D というモデルにブラウンの調光レンズを入れております。はい、という感じでね、もうなんか全部紹介しちゃったんですが、一個一個細かくかけた感じと一個一個ちょっと紹介していきますので、参考にしてみてください。はい、それでは一つ目のメガネはこちらですね。こちらまあ前回の究極のレンズ見つけましたっていうところでもかなり詳しくご紹介していたので、サクッといきたいと思います。こちらアイバンのサドラーというレンズフレームですね。で、クリアフレームなんですが、少しベージュがかったクリアのフレームになっております。このややね、ブローラインと言いますかね、ここは丸みがあるんですが、少しシャープなデザインが気に入っております。サイドもこのようなね、デザイン入っているところが気に入っております。そこにジンズのミディアムカーキを入れております。個人的にミディアムカーキ
一番なんか高級感があっておしゃれに見える色だなと思って前回もご紹介したんですが、やはりいい色ですよね。こちらかけた感じも同時にちょっとお載せしておきます。こんな感じでね、ちょっとやんちゃさがあるんですが、なんかミディアムカーキっていう色は品があって落ち着いた印象にもなるので、やんちゃさの中にも上品さがある、そんな色じゃないかなと思います。やっぱりこいつはなんだかんだこの7個の中でもミディアムカーキのレンズカラーはかなりやっぱおすすめですね。前回の動画でもご質問いただいていたんですが、夜の仕様はどうですかっていうのと、レンズの品質はどうですかっていうところがあったんですが、品質に関しては僕は他に5万円ぐらいのいいレンズでカラーレンズ入れた時もあったんですが、やっぱりそこまで大きく変わらないかなって思いました。違いはなんか素人目にはわからないなといった印象ですね。で、夜仕様に関してですが、若干このミディアムカーキ色味としてね 30% から 35% ぐらいの割合のカラーレンズになっておりますので、やや暗いといった印象はありましたね、夜の方は。それで余談なんですが、私このお眼鏡で初デートですねに出かけた時にね、やはり向こうの女性の方には、なんで今日サングラスかけてるんですかとか、暗くないですかってね言われたんですが、まあ、それはまあ裏を返せば、なんでこいつ夜にサングラスかけとんねんっていう感じで取られちゃった気がしたので、初デートの際にかけていくのはちょっとやんちゃさをアピールしたいという方にはおすすめなんですがね、そうでない方はちょっと控えた方がいいかなと思いました。まあ、でも夜かける際に暗くて見えないっていうわけではないので、そこまで暗いカラーレンズではないのでね、かけることはできるんですが、まあ、ちょっとねやや少し暗くなるかなといった印象です。はい、では続いて2つ目はね、こちらも以前のミディアムカーキの動画でもねご紹介してたのでサクッといきます。こちらはね昔買った、結構ね本当もう7、8年前とかに買ったジンズのなんかフレームですね。ここがなんか別光っぽくなってて結構気に入ってます。ジブリのね天空の城ラピュタに出てくるムスカみたいなメガネだなと思ってかけております。こちらにもミディアムカーキを入れております。やっぱいい色ですよね。かけた感じも一緒にこちらに載せておきます。こんな感じ、自分の持っているメガネの中ではこのレンズの大きさが一番小さいモデルになりますので、割と目の大きさが小さく見えづらいっていうのが一個気に入ってるポイントですね。あとはもうすごく軽いのでかけ心地がかけやすくて、今現行ではねこれ売ってないので、まあ、ヴィンテージジンズといったところでしょうかね。こちらもミディアムカーキですね。はいはい、それではね3つ目はこちらですね。こちら雄一富山というブランドのメガネにミディアムグリーンですね。こちら結構ミディアムグリーンとミディアムカーキどっちがいいですかっていう質問もいただいてたんで、今回で詳しく説明したいと思います。こちらねメガネの形としては、こちらもブローラインは少し柔らかく丸みがあるフォックスシェイプという狐の目みたいな形に、中にインナーリムって言って、こちらにシルバーのリムが入っているのが特徴的な一品ですね。さっきのサドラーと比べるとまたちょっとクリアフレームなんですが、こっちの方がねよりなんかベージュっぽさがある色ですね。でこちら2つちょっと比べますとこんな感じです。結構ミディアムカーキとミディアムグリーンで、明るいのはミディアムグリーンですね。ただちょっと青みがかったグリーンの色味ですので、ミディアムカーキの方が個人的には大人っぽいかなといった印象です。ミディアムグリーンの方が少し若さがあるフレッシュな感じ、ちょっとやんちゃさがプラスされるかなといったところですね。はい、このミディアムカーキとミディアムグリーンはね比べるとこんな感じです。かけた感じもちょっとお載せしておくんですが、かけた時の暗さもミディアムカーキよりはミディアムグリーンの方がちょっと明るいかなといった印象ですね。なので夜とかもずっとつけてたいっていう人は、ミディアムカーキよりもちょっと明るいこのミディアムグリーンもすごいいいお色でしたので、結構おすすめですね。はい、ミディアムグリーン、私個人的にクリアフレームにグリーン系のカラーレンズを入れるのはおしゃれに見えるなと思って気に入っております。ミディアムグリーン、こんな感じですね。うん、ミディアムカーキこれもね気に入ってますね。まあ、なんかこのフレームにミディアムカーキで入れても絶対似合うと思いますね。でもまたちょっとこうカーキと比べても少し明るい印象になるミディアムグリーンというカラーレンズもとてもいいお色でございます。はい、ちょっと明るく見せたい人とかにはいいですね。
はい、こちらは雄一富山のクリアフレームにミディアムグリーンのジーンズのカラーレンズですね。いかがでしょうか。はい、さあ続いて4つ目はこちらです。じゃん。これはですね、今持っている中でも一番最近入れたカラーでございます。こちら色はミディアムココアという色を入れております。こちらもね、とてもいい色でしたね。こちらバディオプティカルというスタンフォードっていうモデルなんですが、ここの縦の幅が結構細くてシャープなシェイプがとても気に入っております。ただちょっとね、ここの長さが短くて、掛け心地っていう点だとなんかちょっとこう時間経つと落ちてきちゃったりするんですが、ちょっと今度調整しようかなと思ってます。でこちらね、ミディアムココアを入れた理由はですね、こちらフレームカラーがブラウンの別光カラーだったので、それに合わせてミディアムココアというね、ちょっとブラウンがかったココア色のカラーをチョイスしました。こちらね、やっぱりね、ココアカラーっていうのもあるんですが、ミディアム系の方がちょっと色が薄くなっていて、これもまあ大体 30% ぐらいだと思いますね。グリーンとかブルー系よりもちょっと温かみがあって、クラシックな印象になるなといった感じでございました。ミディアムココアとね、ベージュのカラーですごく迷ったんですが、こいつはでもミディアムココア入れて正解だったなって感じです。はい、ミディアムココアね、悩んでる人ぜひ参考にしてみてください。印象としてはね、そんななんかやんちゃに見えすぎず、ちょっと上品な感じのカラーレンズ入れたいって人には、このミディアムココア結構おすすめですね。暖色系の色の中では個人的には一番好きな色でした。はい、バディオプティカルのスタンフォードにミディアムココアでございます。はい、では続いてはこちらですね。こちらは比較的今ある中で一番薄いカラーですね。こちらベージュのカラーが入っております。こちらはモデルはジーンズとビームスのデザインのコラボのモデルですね。で、私も使用頻度はちょっと低めでしたね。ベージュのカラーは結構薄めなので、ほんのりほんとカラーが入ってるかなといった印象です。こちらかけたのも一緒にお見せしていきます。こちらなんでね、使用頻度低いかと言いますと、やっぱりちょっとこのレンズの大きさが大きいモデルですので、カラーレンズでベージュで入れたんですが、ちょっと目が小さく見えちゃうなといったところで、レンズの大きさがやっぱり小さい方が目の小ささがね、ごまかせるというかね。なのでちょっとこいつはベージュで入れたものの、そんなに使う頻度が少なくて、ちょっとまた別のこういったね、小さいレンズのモデルでベージュとか入れるといいかなと思いました。なのでまあちょっと色味の参考にだけしてみてください。こちらね、ベージュっていうカラーはですね、おすすめとしては結構女性の方とかで、あんまりなんかカラーレンズに見えない、でもほんのりこう色味が柔らかく入ってるのがいいなっていう人にはおすすめできるカラーですね。とてもね、デザインとしてはなんか可愛いデザインなんですがね、ビームスジーンズのコラボのメガネにベージュで土入りで入れてみました。参考にしてみてください。はい、ではね、続いて6つ目、こちらですね。こちらは雄一富山さんのね、ちょっと特徴的なフォルムのメガネに、こちらもジーンズでアッシュというカラーレンズを入れています。こちらはちょっと青みがかったグレーシュな、グレー系のカラーレンズになっております。アッシュっていうカラーが一番なんか使いやすい明るさとお色味だなと思って、グレー系の中ではね、個人的に好きな色でしたね。こちらこんな感じ、かけたのも一緒にお載せしておきます。でこちらはミディアムグリーンと比べるとこんな感じですね。まあ、明るさは同じぐらいですね。うん、ミディアムグリーンとこのアッシュは同じぐらいの明るさでも、また雰囲気がちょっと変わりますよね。グレーの方がなんか大人で落ち着いた印象なんですよね。少し青みがかったカラーですので、なんかグレーでこう渋すぎないといったところがお気に入りのポイントです。でこちら1点だけね、ちょっとデメリットというかね、NG ポイントはですね、結構これ特殊な構造のメガネでしたので、ジンズさんで入れることできたんですが、これちょっとだけこれね、よく見ると隙間が空いていて、なんか強く押すと取れちゃうんですよ。なのでこれちょっとどうにかできないかなと思って、ジンズさんにちょっともう一回持ってこうかなとは思っております。ただね、このカラーのお色味的にはすごく気に入っていて、グレー系でなんかいい色味入れたいという人には、このアッシュというカラー非常におすすめのカラーでございます。はい、いかがでしょうか。はい、ではね、最後はこちらでございます。こちらはね、
色がついてないんかいっていうねところだと思うんですが、こちらは実はブラウンの超光レンズをジンズさんで入れております。今超光レンズも可視超光レンズっていうのと普通の超光レンズ2種類ありまして、こちらは太陽の紫外線にだけ反応する超光レンズでございます。こちらですね、ちょっと今透明な状態でかけた状態と太陽の光に当たった状態とちょっと2つお載せしておきますね。こんな感じですね。室内でかける際にはねクリアレンズで知的な印象なんですが、外太陽が照ってる時とか曇りでも少し暗くなります。外でかけるとこのようにねブラウンになるので、カラーレンズをかけてみたいけど室内ではクリアで使いたいって人には非常におすすめのカラーレンズですね。もう本当室内だともう結構透明なクリアな感じですね。で超光レンズのデメリットとしては私1点だけあるのは、例えば室内でもカラーレンズでかけていたい、ちょっとだけ色味ブラウン入った色でかけていたいって時にはそこの調整はできないので、そこがちょっと一点難点かなと思います。だからね外に出ないと色味はつかないですし、まあ、雨の日とかあとは室内にずっといる際にはなんかカラーにはならないので、まあ、普通にクリアの普通のメガネになってしまうというのがねちょっと一点デメリットかなとは思います。まあ、ただねなんかこれをかけて例えば海とかフェスとか行った時に外にいる時はかなりサングラスのように暗くなるので、そういう風に使い分けしたいっていう人にはかなりおすすめですね。1個のメガネで2種類のメガネが楽しめるっていう、サングラスと普通のメガネ2種類楽しめるのはかなりおすすめポイントかなと思います。でこちらすいませんモデル名言い忘れてました。こちらは雄一富山さんのね雄一富山 D というラインで、ちょっと価格は少しお安め3万円ぐらいのメガネですね。シンプルなこのメタルフレーム、こう小さめなメタルフレームで、この鼻パッドとかがすごくおしゃれな作りなんですよ。こういった細かく、ちょっとボケちゃってる、このスプーンパッドっていうスプーンの形のような鼻パッドがとても気に入っております。本当にこれはなんか知的なインテリジェンスな印象になるので、割と普段使いでかけ心地もすごい良くてとても気に入ってる超光レンズと雄一富山 D のメガネでございます。以上で最後7つ目のメガネ紹介でございました。いかがだったでしょうか。ありがとうございます。さあお疲れ様でございました。一番ちょっと最近入れて結構気に入ってるミディアムココアとバディオプティカルのメガネで最後締めたいと思います。いや今回ね結構リクエストをいただいておりましたので、ようやくこちらの動画作ることができてよかったです。ぜひねこれから夏に向けてカラーレンズで土入りのメガネ入れたいという人なんかはぜひぜひ参考にしてもらえればと思います。結構ねどのカラーレンズも本当にいろんな種類があって、私自身もなんかカラーレンズ入れる際ってねそんな頻繁にこうレンズの色味を変えれるわけではないのでかなり慎重にね選んでるんですが、やっぱりその中でも自分が愛用して気に入ったねこのカラーレンズ紹介させていただきましたので、皆様のカラーレンズライフが豊かになるようなそんな動画になれば嬉しく思います。またリクエストいただければ、なんかメガネに関する他の動画なんかも作っていけたらと思いますので、一緒にリアルメガネライフ楽しんでいきましょう。ではまた次回の動画でもお会いしましょう。それではアリー。